ということですね、草さん。こんにちは。お疲れ様なんですけれども、ありました、ランニングサイエンスラボにいるんですけれども、長距離の方のイメージが多分、そうなんですよ、100%って言ってもおかしくないんじゃないかなところあるんですけど、僕も順天堂大学時代にやっぱ低酸素の大学の施設であったり、怪我をした人がリハビリで使ったりイメージであったんですが、僕が学生の頃からちょっとずつ研究されてたり、どうやらスプリント、そういうショートダッシュにもまあ効果がある、低酸素化だとまあ速筋繊維の動員が強くなるので、スプリンターのトレーニングもいいだとか、今のコンセプトとしてランでトレーニングしなくちゃいけないけれども、ただやっぱランはどうやっても着地の時にダメージがかかる、はい、厚底シューズをね使ったりもしていたんですが、うん、シンプルに体に負荷を与えたいけど着地で関節とかのダメージを減らしたい、じゃあ他に何かできないかなということで、低酸素バイクもいいのではないかという話になって、じゃあ今年はそれでやってみようということで、まあこちらを使っています。はい、もうここには何度か僕のチャンネルでもよしきが使用しているシーンは流れてるんですけれども、まあどんなもんなんだろうっていうのをね、今日はちょっと紹介をねできたなと思うので、まあかつね苦しいことしてんだなと。ちなみにメニューはどんな感じのやられるんですか、これから。簡単ですよ。簡単、超簡単、超簡単。6秒こいで24秒も休んでよくて、はい、これ5回やるだけです。え、ちょっと聞こえはなんか、まず1回見てみますか。そうですね、ダッシュで行こうぜ。お守りですね。お守りです。じゃあもう創作は十分なので、ただかね、6秒こいでね。そうですよ、24秒も休むんですか。絶対ちょろい。絶対ちょろいですよね。それではございます。はい、いきます。2、1、スタート。ほいと、1本目終了。24秒休みます。はい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 、まだね、10秒前です。うい、2、1、スタート。ほいと、ほいと、ほいと、終わりです。34秒。ええー、3セット目5秒前、4、2、1、スタート。さあ3セット目です。2、1、終わり。3セット目が終了、4セット目、どうなるのか。3、2、1、スタート。4セット目、さあ行きましょう、行きましょう、行きましょう、ファイト。2、1、オッケー。10秒前、はい、2、1、スタート。さあ行きましょう、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 オーケー。ああ、さあ、ハプレッソ休憩。わかりますか皆さん、10秒2の裏にこういうもの隠れてるんだよね。きついっすよ。少しでもね、脳みそを騙して疲労を感じにくくさせて、やっぱり練習中そういうのってめちゃくちゃ大きいですよね。あと1本がね、頑張るだけでトレイン効果が上がるので、もう 100% 効果出るのはクレアチン、2つ目は僕 BCA だと思ってるんで、クレアチンはもう ATPCPK って言われるようにエネルギー源の元なので、もう絶対必要。それは練習後とか、練習後っていうよりかはもう毎日体の中に保存されてるクレアチンが ATP の細胞性に効果があるので、僕は朝晩食後に飲むようにして。へー、疲れてると本当申し訳ないですけど、僕のチャンネル学生の方見てる人多いと思うんですけど。本当だよ、はい、大学でも言われるよ。すいません、どうなんですか、学生の方結構質問多いんですけど、どんだけ取っていいのか取って悪いのかみたいないうのが、その年代とかにもよっても結構悩んでる人多くて、絶対っていうのはないと思うんですけど、なんとなくその草さんの感覚で、あ、絶対はないって言うんだけど、うん、クレアチンは絶対、昔からの研究でも言われてるし、100% 効果がある。ただ注意点はやっぱり容量用法を間違えてる人が多い。一般的にやっぱローディング期って言われるものとメンテナンス期って言われるものがあって、まあ、ローディング期っていうのは体の中のねクレアチン濃度を一気に上げるっていう作業なので、大量に摂取することをまあローディングって表現したりするんだけども、まあ、当然体の中のねクレアチン濃度がガーンと上がるので、うん、水分をねクレアチン吸収するので、それによってなんか脱水のようなことが起きたりだとか、あるいは今まで動けなかったところにクレアチンが体の濃度で増えてきて、いつもよりちょっと動くことで体の負担が増えてトラブルになったりとかがもしかしたらあるかもしれないんですけども、試合だけクレアチンを使うのではなくて、365日、あともう数秒できることを増やしたいっていう用途で使っていくのが今はねいいんじゃないかと言われているので、3g、5g とかかな、それをまあ2回、3回に分けて取り続けるっていうのはまあベターだと言われていますね。まあ、そこに体重の割合があったりするので、そこを見ればみんな大きなねトラブルはなく使えるんじゃないかなと思いますね。ダッシュで行こうぜ。2セット目いきたいと思います。はい、お願いします。はい、それでは2セット目いきます。1、スタート。ファイト、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 さあ行きましょう、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 頑張って頑張って頑張って、よし、よし、よ
行きましょう行きましょう行きましょう、振り乗って振り乗って行きましょう、1オーリーオッケー。いや、これギリ3セットいけるな。やばい、痛い。回復できてない状態で行くのがね、狙いですから。お願いします。はい、それでは、それと3、2、1、スタート。さあ、ファイト、行きましょう行きましょう行きましょう、いけるいけるいける、ファイト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 、3セット目、頑張って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 、1、0、OK。 じゃあ、お疲れでした。あそこのシャフトにくっついてる、これプッシュ 2.0 っていって、シャフトが1秒間で何センチ移動しましたよっていうことを計測できるやつ、パワーの中の速度の要素を測れるやつということで、今日実際これをクリーンで草野先生と武田くんに実際に測ってみましょう。117、トス117って95121。お、どうなんですかこのスピードは。草野さんが全日本実業団の前に来てくれて、はい、パワーを測りてはいはいはい、これをやりに来たんだよね、うん、ハングクリーンだったんだけど、90キロのパワーと95キロのパワーだったら、うん、90キロが速度が出てるから、このパワーじゃ高かったの。でも草野さんのフィジカルは95もできるんだよ。でも95にしちゃうと90よりも遅くなっちゃうから、パワー値は結果下がる。はあ、面白。でもその時草野さんはパワー値を測りたい、95はやんなかったんですね。そうそう、95がパワー値で高いからこれでいきましょうよっていうジャッジをしたんだよね。何をね、目的としてやるかで適切な重さはね変わってくる。なるほど。よろしくお願いします。はい、137 150 156。速度はボトムでやった僕よりも深いところでやった方が速い。そう、だから結果的にパワーも強くなる。ただ仕事量は草野さんの方が多い。ああ、なるほど。逆に次床からやってみたら、お願いします。ハングで今150、床から試合とはどういう変化が。88 98。ああ、ちょっと初速が大事。ちょっと意識します。119。おぉ、疲れ。だいぶ変わったね。75で10回5セット。いや、そうですよ。75なんて。バイクの時もなんか同じことしてますよ。絶対ちょうどいいですよね。98センチ。あ、そうだね。98センチっていうのは毎秒何センチ動いてるかっていうのをこれでチェックもあるんだ。あ、そうそう、だから75なんて小学生でも多分上げられる人いるけど、1秒間に98センチを超えるぐらい移動させるっていうのは速度が出てるので、国では75キロはもう片足だってね上げられるけど、1秒間に、まあ、1メートル近くちゃんと動かせるぐらいのスピードを出して、ようやく僕にとってちょうどいい負荷になるので、要はこれ何狙ってるか、結局これも疲労を残さない練習なんだよ。なるほどね。いいですか。はい、はい、はい、87、上半身86上半身87股関節4 84 5 92 6 99。ファイト、ファイト。98ラスト96。えい、うわ、後半でもちょっとね、うん、後半を詰めるんだったらこのままで、まだ後半できたら行ってみたんですよ。待ってみよう。うわ、お時間です。今日それ聞いたばっかり。いきます。はい、1、2、3、4、5、うえ、終わりです。やったあと3セット。うん、次3セット。なんでそういうこと言うの。あ、すいません。よし、頑張れ。はい、ファイトです。1、2、3、4、5、うえ、うえ、うえ、明らか遅いの分からない。下げてみてさそう。下げるね。5キロ下げてみてさそう。悔しいだろ。嬉しいです。屈辱だわ、これ持ち下げられるの。打ちのめされてるわけだから、見下ろされてるわ、75キロごときに。いや、これ勇気もらえますよ。いや、軽いはず。1、2、切り返し、そう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 、切り返し、しっ、ほういしっ、ういあっ、あー、いいっしょ。できてる、できてる、できてる。あっ、ういやばい、シャムついてた。シャムついちゃった。地球が強い。地球が強い。最初始めた時これ60キロとかで98とかだったから、そうだね。
キロ以上上がってるんだ。めちゃくちゃ上がってる。ラスト。そうそうだと思います。はい。よし。頑張れ頑張れ。はい、ハイトハイトハイト。いける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 。いけるいけるいける。いけるいけるいける。頑張れ。百十一回はいてもいいかもしれない。振り上がってきてる。切り返せない。そうね。10キロぐらい下げてもう最後6回ぐらいでいいんじゃない。いきます。いい。よし。よいと。さすが。三、四、五。よいしょ。ナイスです。お疲れ様です。やったぜ。ちょっと聞いてあげてくださいどのくらいきつく感じましたか10位かっ最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さんまたのご機会にさようなら。